が6番です、井上です。初球バットの先、ショート回り込んだ今宮、軽快に投げました。あっとショートバウンドすくい上げました、中村ナイスプレー。これうまいですね。捉えたファーストライナー、ファースト中村晃、横っ飛び、中村晃にファインプレーが出ました。ベテランの中村晃よく取りました。自信のある球なんでしょうね、これ投げるっていうのは。バット当てるが、ファーストコー、これよ、はい、ギリギリキャッチ、ミットの先、中村晃よく取りました。エンペテルがスローベースでしょ、可能性ありましたね。かなり体勢苦しかったですからね。よくミットのもギリギリ際で取りました、中村晃。バットボールですね、もうボール1個分ですよね、もう少しはみ出てますからね、はい、これは大きなプレーですよね、うん、こういうボール、いい当たり、ショート今宮よく取った一塁アウト、ビッグプレーが出ました、ショート今宮。つもりわずか8球で7回の裏ファイターズをゼロに抑えています。インサイド強い打球だ、よく飛び込んで取りました、栗原一塁へ、うまくすくい上げました。両者ナイスプレー、栗原そしてスクープした中村、ナイスプレーでした、ね、打ってセンターに抜ける、加藤豪介三塁キャンバスを蹴ってホームに帰ってきます、バックホーム内野カット、三塁よくて三塁のタッチは助かりましたね、これは止まりました。ここは清宮タッチアウト、その間にランナーホームに帰ってきています。タイムリーヒットは松本剛、1点返しました、ファイターズ消えます。初球打って中村晃が飛びついて飛びました、ファーストライナー、中村晃のナイスプレーがありました。3回の表東山は打ち上げた、ファーストの右です、難しいところバーストよく飛びました、ここは中村晃ボール2から打ってバーストファールフライ、よく飛び3-1打っていく、ファーストライナーダイレクト取ってランナー戻れません、捉えた打球ではあったんですがツーアウト、ここは中村晃ファインプレー、飛び込んでボールを取っています。よく行きたいと、そして待ってサード強い当たりだ、よく取った川瀬、おー、はい、ナイスプレー、ファースト中村晃素晴らしいプレー、ワンアウト、ショートこの当たりです。いやこの川瀬、うまくね、アンツーカーの中の球を、初球から来ました、ファースト、ここはよく中村晃ダイブ、ベースカバーにしっかりと有原も入ってきました、少し強めの打球だったんですが中村晃がこうよく取りました。3番、非常にいい当たりでしたが、ここはバックが続いてバットが折れて、中村晃一塁塁間飛びついた、でも守備では本当に助けますよね、でもね、まあ詰まってはいるんですけれど、はい、なんか逆疲れてるような感じだよね、そうでしたね、はい、